その車がおかしかった。いや、車がおかしいということではない。正確には車の中の人がおかしかったんだ。道に入れるかどうかと思案しているであろう車の運転手、その首から上がきれいさっぱりなくなっていたのだ。首がないっていうと妖精のデュラハンとか思い出すんだけど、割とあれに近いんだと思う。もしくはそういった妖怪。ちょっとだけ見えた服装部分から女だと思った。ただ後部座席から見えた子供は普通に首から上があった。正直運転手に驚いていて、後ろの子供が突然現れたようにも見えて、それもそれで仰天だった。理解するのに時間を要したせいもあって一瞬硬直した。母に聞いてみようかとも思ったが、母は母で何食わぬ顔をしている。信号が青になると、その車は私の車の前に入り、そのまま去っていった。別に車ごと消えるとかそういうわけでもなく、ただ走り去ってった。錯覚だったんだと思う。何も考えないようにして無理やり帰った。あれは錯覚だったんだと信じたい。夕焼けが空を赤く染める。音楽室からは合唱の練習の声が聞こえていた。私は伴奏のピアノに耳を澄ます。ちょっと変わった話し方をするリヒト君のピアノだった。ものすごく頭が良くて、高校は遠くの学校に行くとか。ピアノも上手だけど運動は全然ダメだった。あと苦手なのが会話で、みんなから浮いてたこともあった。同じクラスになった時は変な子だなと思っていた。偶然近所の小さなお菓子屋さんで会うまでは。放課後、部活や練習が終わってから、ピアノとスイミング、書道教室に通っていると、リヒト君は言った。ご飯、食べる時間もないから、ここで、お菓子買っていくんだ。消え入りそうな声で、時々詰まりながらそう話すリヒト君は、思っていたほど変な子じゃなかった。それから少しずつ友達になって、リヒト君は私をミオさんと呼んでくれた。クラスメートなんだからとも思ったけど、なんだか悪くないと思えた。冬休みに入ってから
お使いの途中でリヒト君に会った。いつものようにレッスンバッグを肩にかけて、ぼんやりとバス停に立っていた。今からピアノ？そう声をかけた私に、リヒト君はゆっくり振り返る。顔色は真っ青だった。でもリヒト君は習い事を休むことは許してもらえないのだと聞いていた。一回も学校を休んだこともなかった。ミオさん、ちょうどよかった。これ、癖のある字で招待状と書かれた封筒をリヒト君は取り出した。あさって発表会があるんだ。来てくれる？今にも倒れそうなのに、リヒト君はそんなことを言った。だから大丈夫なのかなと思った。でも家に帰ってエコバッグの中を探しても、もらった封筒は見つからなかった。もう一度チケットをもらおうと思ったけど、彼の家は知らなかった。だから悪いなと思ったけど、結局リヒト君の発表会には行かなかった。その夜、家に電話があった。リヒト君のお母さんからだった。電話には母が出て、ずいぶん小さな声で話していたけれど、しばらくして電話を切ると泣きながら私に言った。リヒト君が亡くなったって。私はびっくりしたと同時に、なんとなくやっぱりと思った。バス停で会った時、ずいぶん具合が悪そうだったから。でも母の話は少し違った。冬休みに入ってすぐ入院してたそうよ。何日か前から眠っていたままだったんだって。リヒト君のお葬式には学校の誰も呼ばれず、ご両親も引っ越していったらしい。高校生になった春、ある日、家のポストに招待状と書かれた封筒が届けられた。あの日、リヒト君がくれて、私がなくした封筒と同じものだった。母は、リヒト君の家族が入れてくれたんだろうと言った。でも私はリヒト君が探してくれたような気がするのだ。封筒の表にはまるで切手みたいに桜の花びらが貼り付いていた。